そういうあの木のこう使い方、自然の木の使い方っていうのをいろいろやる中で、まあ、焼き杉に出会いまして、あの焼き杉というのは非常にこう機能を持ってるですね、あのなんかこう焼くと表面にこう不思議なこう自然な模様も出ますし、で焼き杉っていうのはですね非常に単純な作り方なんです。ただちょっとしたあのいくつかコツがありまして、まあ、そういうあのコツさえ理解すれば誰でもどこでもできる、まあ、板は松の木は世界中にありますから、焼き杉はまずあんまり厚くない、杉の板を、まあ、杉で松のミンツ持ってきて三角形の煙突を作ります。それで煙突の下から新聞紙で、を入れますとですね、実はその木の煙突自身が、まあ、いわゆる煙突としての効果を持ってまして、どんどん火が上へ向いていきます。それで不思議なことにですね、非常に上も下も均質に焼けるんです。それで上から炎が出てしばらくして倒して開けば出来上がりという、非常に知ってしまえばもうバカバカしいような技術でございます。それからもう一つ焼き杉で僕が非常に興味を持ったのは、やはり有機物、まあ、自然界は有機物と無機物からできているわけですけども、まあ、無機物は究極的に泥になる、まあ、石とかそういうものですけども、最終的に泥になり土になるんですけども、まあ、有機物はですね最終的に炭になるんです。まあ、有機物って中に炭素と水素の結合を有機物というもう言いますのでグッドアクセル気らしい、ぜひ返してください。金のですね、最終的な行き着く先はですね炭素、まあ、炭になるわけです。で炭になると木というのはそれ以上変化しますよ、何千万年でも。まあ、僕は学生とかですね、発注してくれたオーナーとか、まあ、そういう市民なんかと一緒に建築の工事をやるんですけれども、その理由はですね、建築っていうのは基本的に誰でもできることの延長にある、決して高度なことをやってるわけではない、必ず建築には誰でもできる部分がありまして、それこそが建築の最も重要で面白い部分ではないかと思っています。現代の工業的産業の中でですね、飛行機もそうですし自動車もそうですけど、全ての工業製品っていうのは素人が参加できません。あと私は仕上げは大体素人にと一緒にやるんですけども、なんか自然の材料を持ってるこう不均質性みたいなものを出すのは素人が一番上手に出しますので、プロはね、どうしても品質になる。そこは大事なところですね。子供の時から田舎の山国で育ちましたから、木をの実を植えて苗を育てたり、それを山に植えたりで管理をするとか、あるいは切るっていう、その木に関する全部の過程はもう自然にこう村の中で身につけまして、で建築をやるようになって、そうですね、やはり木っていうのは非常に普通の人が扱うのに素晴らしい材料だと思う。っていうのはですね、コンクリートはそれ自身をこねたりなんかするのが面倒ですし、それから固まるまで時間かかります。だから鉄は重すぎるんですね、石は硬すぎるんです。
そういった普通の人が扱うには木っていうのは非常に優れた材料であり建材だというふうに思うようになりました。ですからおそらく究極的な建築材料っていくつかあると思いますけども、その一つに間違いなく木は入ると思います。もともと生えている状態から見ると、あるいは製材してみると分かりますが、非常にこう個別にな性格が違いまして、真ん中が割れがあったり大きな節があったりですね、まあ、そういうその偶然や、まあ、そこで起きた木に関する事故がですね、木の記憶の中でずっとあるんですよね。それは完全に日本の場合、多くの建築家っていうのはきれいに製材して、そういう割れとかひび欠けとか穴とかでも排除したきれいなものを使うんですけども、僕はそれは非常におそらく木を育ったことがあるからだと思うんですけど、おかしいと思ってまして、もうとにかく曲がっていたら曲がってるを生かして使うとか、割れがあったら割れを生かして使うっていうような、そういう使い方をやりたいと思っていろいろやってきております。まあ日本でそういう使い方をする人がいないもんだから、まあ、そこが評価されたのかなとは思っています。それはね、私の夢の作り方っていうのがありまして、家一個の大きさの木を買ってくるの。で、こう敷地を据えて入り口からこうだんだん掘っていきたい。で、全ての部分を一本の木から掘り出したい。まあ、それが理想ですね。